ヤワタマイ駅は京都府京都市左京区にある永山電鉄倉間線の駅。駅ナンバリングは E09。相対式2面2線のホームを持つ無人駅。両、ホームとも出町柳川、倉間川の南北両側に出入り口がある。北側は一般道の踏切で、南側は駅構内踏切で両ホームを結んでいる。ホームをほぼすべて覆う屋が設置されている。 また、駅名の由来となった近隣の三宅八幡宮に、ちなみ作や上屋の柱は朱色に塗られている。なお、三宅八幡宮への最寄り駅であるが、表参道は、永山本線の三宅八幡駅からとなる。上下ともにバリアフリーには対応していない。レール面からホーム面までの階段のみであるが、車椅子等での利用には介護者が必要。住宅街にあり、 京都府道105号岩倉山畑線から一般道を西へ数十メートル入ったところ、駅から府道に出たところに京都バスの岩倉宮家町バス停がある。同社の八幡前バス停は駅前ではなく一つ北で、より本殿に近い位置にある。2013年1月7日より八幡前駅プロジェクトと称し、当駅を通学で使用する同志社中学校の生徒有志が、 映山電鉄と共同して、駅の修繕に取り組む活動が行われている。京都市営地下鉄、カラスマ線の開業以降利用者が減少した、当駅を魅力ある存在にしようとするもので、これまでに、駅設備の塗装及び、壁新聞の検出、クリスマス期のデコレーションの実施などの取り組みが行われた。ありがとうございます。